裏を。そうです。失礼します。長丁場ですよ。まずバレないといいなっていう。なんかこの大人たちの数で察知しちゃったりしないかな。なんかおかしい。なんでこのミュージックビデオこういう形にしようかなと思ったかというと、まあ、この曲ラブドリームハピネスという曲なんですけど、これで歌ってることって、まあ、書いて撮って曲ができた時になんでこういう生活してそのラブドリームハピネスってことを感じて曲名にしてこういうことを歌ってるのかな、歌えるのかなって思った時に、今までももちろんそういう感情あったんですけど、聴いてくれる人、僕の音楽を応援してくれる人、応援してくれてなくても知ってくれてる人、まあ要は僕以外の人、スタッフの人もそうだし、なんかうそういう存在がないと成り立たないことを僕は歌にして、すごいいい曲ができたなと思う。なんかそのどうやってこうみんなにそれを伝えていったら、なんかなんて言うんだろう、まあ、今の時代感謝の伝え方もいろいろあると思うんですけど、ありがとうございますっていうこともそうだし、ライブをする人もいると思うし、でもなんかこういう今時代でこういう2021年だと思うんですけど、その中でみんなには無理だと思ったけど、一人の人を招待して一人の人とこういう時間を過ごして、それを今こういう YouTube とかなんかそのみんな携帯とか持ってたりして、簡単にそれを全世界に発信することができるなっていうことに、その単純なことに気づいて、じゃあそれを映像にしてそれを一緒に世界に配信したらちょっとでも何かみんなに伝わるんじゃないかなと思って、こういう映像を作らせてもらいました。Welcome to my life.ありがとうね。ありがとうございます。またね。はい。